朝からの雨が窓を濡らしている。アパートの小暗い部屋の中でレインコートを出し、手早く外出の支度にかかる姉を、彼女は隅っこから目を光らせて見ていた。いいわね。じゃあちゃんとおとなしくお留守番をしててね。すぐ帰ってくるから、姉は言った。彼女は答えないが、姉はそんな妹にはすっかり慣れっこになってしまっていた。そのまま扉に向かった。突然彼女は低い声で言った。もしもよ、もし佐伯さんが結婚してくれって言ったら、お姉さん結婚する？まあ何を考えているの、あんたったら。姉は驚いた顔で妹の目を見たが、彼女はその姉の顔に一瞬うろたえた色が走ったのを見逃さなかった。やっぱりそうなんだわ、お姉さんあの男と結婚するつもりなんだわ。隠したってダメよ、と彼女は心の中でつぶやく。あの男が訪ねてくるようになってもう三月近くになる。その間の定期的な訪問ぶり、お姉さんへのいい気な頼られている男の目つき、妹の私へのご機嫌取りめいたひどく優しげな態度。あの男の下心は明白だし、時々家に寄る前後に駅前の喫茶店で二人で熱心にこそこそと真剣に話し合っているのだって、私何度かお姉さんの後をつけてちゃんと知っているのよ。それに私が彼のことを口にするたびに見せるお姉さんのあのすまなさそうな苦しげな表情、今までこんなことは一度だってなかったことじゃないの。じゃ行ってくるわね。あ、そう、私駅前でお夕飯のおかず買ってくるわ。何かあなたの好きなもの探してくるね。お姉さん、言いかけて彼女は口をつぐんだ。笑いかけた姉の顔がまたあの苦しげなすまなさそうな顔に変わっている。そうなのだ、姉はとても気持ちが優しいのだ。今の電話だって佐伯からの呼び出しに違いない。でも姉はそれを言わない。自分と違い誰からも相手にされない私のことを思ってきっと気がとがめているのだ。そして姉は同じその気の優しさから、いつもの通りあまり長いこと私を一人きりにしておくのがかわいそうで、しかも佐伯とも別れたくなく、1時間もしたらきっと彼を連れてこの部屋に帰ってくるのに決まっている、まるで許してって頼んでいるみたいな顔。ダメだ、やはり私は何も言うまい。このお姉さんの顔を見たら私にはもう何も言えない。お願いね、お留守番頼んだわよ、言うと姉は思い切ったようにそそくさと部屋を出ていく。白いレインコートの裾がひるがえって扉が大きな音を立てて閉まる。彼女は小さく泣き始めた。小暗い部屋の隅でうつ伏したその骨張った肩が震え、彼女は声を立てて泣き続けた。雨は相変わらず降り続けている。雨滴が絶え間なくガラスの窓を流れ、遠くにかすかに雷の音も聞こえる。雷が鳴れば梅雨は明けるのだというのに、
今年の梅雨は一体いつまで続くのだろう。やがて彼女は立ち上がり、窓に顔を映した。涙でくしゃくしゃに汚れた青黒く生気のない陰気な顔。色白で大柄な美しい姉とは似ても似つかぬ不器量な醜い顔。23にもなるのにギスギスした発育不全の中学生みたいな固く平たい胸。嫌い。お前なんて私は大嫌い。お前なんか死んでしまえばいい。どうなっちゃってもいい。自分で自分に、彼女は目をつぶった。また新しい涙がこぼれた。もし私がお姉さんのような美人だったら、そしたら私だってお姉さんみたいに朗らかで人懐っこく、誰からも可愛がられ、今のようにうちでブラブラしていることもなかったのに。美人で気が優しく、しかも評判のしっかり者のお姉さんを26の今日まで独身のままいさせ、慌てさせて、佐伯なんてあんな悪い男を近づけさせることもなかったのに。お姉さんのそんな負担になることもなかったのに。私はそれが悔しい。でもダメ。いけないわ、お姉さん。と、彼女は声に出して言った。あの男はとんだ食わせ者よ。何も私やきもちを焼いているんじゃないわ。ダメなの、あの男は。あの男ったら、はっと気づいて目を合わすときは優しくニコニコ笑ってるんだけど、ちょっとぼんやりしているとまるで別人のような冷酷な怖い目でじっと私を見つめてるの。まるで観察するみたいに。きっと二重人格だわ。ね、こんな人間なんて信用できるはずがないわ。それに昨日私がこの窓から道を眺めていたら、あの男が通ったの。すごく憎らしい、あの男にそっくりな小さい男の子の手を引いて、奥さんらしい人と一緒に。知ってる？お姉さん、あの男には奥さんも子供もいるのよ。ほんの浮気心でお姉さんを騙しているだけなの。一見柔和な、いかにも信用できそうな優しい紳士面を作って。私、あの男を許せないわ。ちゃんと妻子があるくせに、お姉さんになんか接近して。本当よ、信じて。やきもちなんかじゃない。はじめ私はしっかり者のお姉さんが、どうしてあんな男に気を許したのか、それが不思議だったわ。でも、今はわかっている。私は、私というコブが、いつもお姉さんの縁談の邪魔になっていたことを思い出したの。あの男はそんなお姉さんの弱みに焦りにつけ込んで、うまくお姉さんに取り入ってしまったんだわ。私にはよくわかってるの。みんな、みんな私が、お荷物でしかない私が悪いんだわ。私、本当にすまないと思ってる。だから私、私の大切な大好きなお姉さんのためだったら、私なんかどうなったってもいい。本当、これは本当なのよ。そうだわ、私、今日こそその証拠を見せてあげる。彼女は指で涙を拭き、素早く台所へ走った。鋭いフレンチナイフを手に取り、脇の下に隠して、また窓に寄った。頬が熱くほてってくる。彼女は横目で窓から道を眺め下ろしながら、心の中で言った。怒らないで、泣かないでね、お姉さん。
私がお姉さんにしてあげられることはこれぐらいしかないの。見ててね、お姉さん。そして信じて。私がお姉さんの幸福を、それだけを心から祈っているの。相変わらず降り続く雨が窓ガラスを洗っていて、そのせいで風景も歪み、かげろうを透かしてみるように揺れながら流れ続けている。お姉さんはきっと今日もまた佐伯と喫茶店で会い、それから彼をこの部屋に連れてくるのに決まっている。汗ばんだ右手のナイフを彼女はしっかりと握りしめた。目に、佐伯がこの部屋に足を踏み入れた途端、物も言わず、その体に踊りかかる自分。絶叫する彼の胸に咲く、深紅の血の花の鮮やかさが浮かんでくる。彼女は、初めて自分が姉の役に立つ喜びに胸を満たし、息を殺しながら、歪んだその風景の中に二人が現れるのを待ち続けた。その頃、ちょうど駅前の喫茶店を出た二人は、音もなく降り続く長雨の中を歩きながら、こんな会話を交わしていた。でもね、どうやら妹さんはもう気がついているみたいですよ。僕があなたに頼まれてちょいちょい病状を見に寄っている神経科の医師だっていうことをね。いいえ、それはまだ気づいてはいないと思いますわ。でも近頃はだいぶ症状が悪いようで、昨夜なんか一晩中泣いておりましたの。なるほど。梅雨時にはああいう病気は急激に悪化しますからね。何しろ近頃は僕を見る目つきも普通じゃない。明らかに警戒しちゃっている。やっぱり妹は病院へ入れるべきなんでしょうか。私たち姉妹二人きりですし、何かかわいそうで。お気持ちはよくわかります。でも、そろそろあなたも決心をなさる時だと思いますよ。まあ、今日これから寄ってみて、それをはっきりと決めることにしましょう。